医療法人丹沢病院は、神奈川県秦野市にある、精神科、診療内科、内科、皮膚科を標榜する病院。病床数は318床。大規模デイケア施設がある。丹沢病院は、単科精神科病院であるが、元東京時計会以科大学循環器内科、准教授など3名の内科上機密が在籍、身体管理が充実しているのが、 他の精神科病院に比べて特徴的である。また、複数の介護施設、知的障害者施設などと提携しており身体、合併症管理、認知症のケア、介護のサポートなども充実している。また非常勤医師として、東京大学心理学部教授、東海大学医学部教授が在籍しているため、うつ病の認知行動学的アプローチ。 大学と提携した患者の受け入れなどにも力を入れている。私立の病院としては珍しく、臨床治験にも積極的に参加している。患者の肺がん予防の観点から県内の病院としてはいち早く敷地内全面禁煙に踏み切り、国内の単科精神科病院でも稀な試みであることから注目を集め、学会発表。 敷地内禁煙に踏み切るまでの過程などについて多くの講演依頼を受けている。敷地内禁煙に先駆け禁煙外来を創設したり、従来の薬物では治癒せず困っているユーザーのために知見外来を創設するなどユニークな試みを行っている。最近では精神科病院に対する偏見の解消、 病院と地域のクリニックとの連携を図り、うつ病をはじめとする自殺に結びつく、可能性のある疾患を早期発見、予防するため、神奈川県の精神保健センター、肌の伊勢原医師会と連携し、うつ病予防対策セミナー、心の疾患懇和会などを開催し、地域医療に目を向けている。完全宝という言葉を、第三代理事長、川口陽太郎が、 病院の理念として採用した。現在まで病院の理念とされている。患者宝の具体的理念として恵まれた自然環境の中で患者さんが心身ともに癒される環境づくり新時代の人権意識と誠意を持つ患者さん本位の病院地域社会の期待に応え貢献する病院チーム医療と連携専門職として 倫理観と知識と技術の向上を挙げている。平成19年4月には、さらにこれを発展させ、患者検証を設立した。すなわち、良質で安全な医療を受ける、権利人格を持った個人の尊重治療に関する、インフォームドコンセントの尊重プライバシーの、尊重医療従事者と協力した、療養生活の5つを挙げている。 このような理念に基づく診療を行っている背景として院長の母校である時系医大の設立者高木金広の病人を見ずして病気を見るなかれという言葉が深く影響している医療法人丹沢病院ホームページありがとうございます